伊徳大館ショッピングセンターは、秋田県大館市小成町三丁目にある株式会社伊徳が運営するショッピングセンターである。1978年に伊徳、小成町店を閉店して開業した。それまでの伊徳の店舗は、小規模食品スーパーマーケットだったが、当店舗はショッピングセンター形式として初めて出店した店舗となる。出店当時の大館市には、 小札竹村を中心とした大町商店街と大立駅近郊の小成町2丁目商店街の2カ所商域があり、ショッピングセンターはその中間の小成町3丁目に出店した。後に大立ショッピングシティがハ向かいに開店し、激戦区となったが、2001年には小札竹村が廃業し、2006年にジャスコ大立店が閉店し、近隣のショッピングセンターは、 約2キロメートル離れる4スーパーセンター、大立て店だけになった。2008年には、大立市と提携し、店舗内に修繕などを目的とした自治体のサービスセンターが出展され、さらに2015年4月の統一地方選挙から、店内のイートインスペースの一部を期日前投票の臨時会場として利用されるようになった。タンポポは旧、どころ東や旧カル食ファイン。 旧コーヒーレストランギャブにて3月オープン。バス路線は、中北バスターミナルが廃止された2013年10月1日から、旧田代町、雪の中焼き線、大石渡る線、およびリムジンバス以外の大館市を発着するバスが、すべて停車する。ありがとうございます。